平野翔が語る嫉妬心。神宮寺雄太との友情が試される瞬間とは、平野翔の嫉妬心炸裂。岸優太とのエピソードがファンを魅了する理由。平野翔、ガ優太、神宮寺雄太の三人の関係は、まるでドラマのように興味深く、時に笑いを誘うものである。ファンたちは彼らの友情や嫉妬心に関するエピソードを楽しみ、それぞれの個性が絡み合って織りなす物語に魅了されている。 ある日、平野が騎士に対して、可愛いと言ってしまった瞬間を目撃したファンがいた。これは3人が一緒にインスタライブをしていた時のことで、平野の素直な気持ちが思わず口をついて出てしまったのだ。その姿はまるで恋人同士のような親密さを感じさせた。平野は、騎士や神宮寺に対して深い愛情を持っており、その愛情が時に嫉妬として現れることがある。例えば、平野が、俺、 嫉妬とかしないけど、と言いつつも、実際には騎士が他の人と仲良くしていると気にしてしまう姿が見られる。そんな彼の姿に、多くのファンが共感し、彼の純粋な気持ちを愛おしく感じているのだ。歌番組でのパフォーマンス中、平野が騎士や神宮寺に対して見せる視線や仕草からも、彼らへの特別な感情が伝わってくる。見た目はクールで男らしい彼が、話すと可愛らしさを見せるそのギャップも、 ファンを魅了してやまない。岸優ユタに対しては、ジャニーズの先輩たちからも、天使のようだ、と評されるほど可愛がられている。彼の素直さや裏表のない性格が、周囲の人々を引きつけてやまないのだ。神宮寺もまた、騎士との親密な関係を大切にしており、彼らの友情は非常に強いものとなっている。平野が神宮寺に対して見せる愛情もまた、特別なものである。 神宮寺が他の人と仲良くしていると、平野はつい嫉妬してしまうことがある。しかし、その嫉妬心もまた、彼の純粋な気持ちの表れであり、彼がいかに神宮寺を大切に思っているかが伝わってくる。この3人の関係性は、仕事の場でもプライベートでも非常に密接であり、その絆が強固であることが感じられる。平野は、メンバーと一緒にいることが何よりも幸せだと感じており、 その気持ちが彼の行動や言葉に表れている。平野の嫉妬心は、時に彼自身をも驚かせることがある。ある日、神宮寺がキャンプに行きたいと言った際、平野は、誰と、と問いただしたことがある。その瞬間、彼自身も自分の嫉妬心に気づき、思わず笑ってしまったというエピソードもある。平野の嫉妬心は、決してネガティブなものではない。それは彼がメンバーを大切に思い、 彼らと一緒にいることが何よりも大事だと感じているからこその現れである。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛おしく感じられるのだ。また、平野の嫉妬シーンは、時に彼のユーモアとしても現れる。例えば、ある番組で平野が、最近、岸くんが食事に誘ってくれないと不満を漏らしたことがあった。その姿はまるで恋人に対する嫉妬のようであり、 多くのファンがその可愛らしさに心を奪われた。平野、騎士、神宮寺の3人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野がメンバーに対して見せる嫉妬心や愛情は、彼の人間性をより深く理解するための重要な要素である。彼のその純粋な気持ちが、 メンバーとの関係をより強固なものにし、彼らの絆をさらに深めているのだ。平野の嫉妬心は、時に彼自身をも驚かせることがある。彼がメンバーと一緒にいることが何よりも幸せだと感じていることが、その嫉妬心の根底にある。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛おしく感じられるのだ。平野、岸、神宮寺の三人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。 彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は、決してネガティブなものではない。それは彼がメンバーを大切に思い、彼らと一緒にいることが何よりも大事だと感じているからこその現れである。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、 単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。このように、平野翔のメンバー愛は非常に強く、その愛情が時には嫉妬心として現れることもある。しかし、その嫉妬心もまた、彼の純粋な気持ちの現れであり、彼がいかにメンバーを大切に思っているかが伝わってくる。 彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛おしく感じられるのだ。平野の嫉妬心は、時に彼自身をも驚かせることがある。彼がメンバーと一緒にいることが何よりも幸せだと感じていることが、その嫉妬心の根底にある。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛おしく感じられるのだ。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。 彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は、決してネガティブなものではない。それは彼がメンバーを大切に思い、彼らと一緒にいることが何よりも大事だと感じているからこその現れである。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、 単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は、時に彼のユーモアとしても現れる。例えば、ある番組で平野が、最近、岸くんが食事に誘ってくれないと不満を漏らしたことがあった。その姿はまるで恋人に対する嫉妬のようであり、 多くのファンがその可愛らしさに心を奪われた。平野がメンバーに対して見せる嫉妬心や愛情は、彼の人間性をより深く理解するための重要な要素である。彼のその純粋な気持ちが、メンバーとの関係をより強固なものにし、彼らの絆をさらに深めているのだ。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、 ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は、決してネガティブなものではない。それは彼がメンバーを大切に思い、彼らと一緒にいることが何よりも大事だと感じているからこその現れである。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、 単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野翔のメンバー愛は非常に強く、その愛情が時には嫉妬心として現れることもある。しかし、その嫉妬心もまた、彼の純粋な気持ちの現れであり、彼がいかにメンバーを大切に思っているかが伝わってくる。 彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。そんな彼らの関係性は、日々のエピソードやメディアの出演を通じてさらに深まり、 ファンにととっっててももますますす魅力的なものとなのいる例えば、平野が料理番組で騎士と一緒に料理をする姿は、まるで兄弟のように見えることがある。平野が騎士に対して優しく指導しながらも、時折見せる茶目っ気たっぷりの表情がファンの心をくすぐる。彼らのやりとりは、見ている人々に温かい気持ちを与える。また、平野と神宮寺の関係も特筆すべきものである。 神宮寺があるイベントで平野にサプライズを用意したとき、平野は驚きと喜びの表情を隠せなかった。その瞬間、彼の感動が視聴者にも伝わり、彼らの絆の深さを再確認させるものとなった。神宮寺の細やかな気遣いや、平野に対する深い理解が、2人の関係をより特別なものにしている。3人が共演するバラエティ番組では、彼らの自然体でのやりとりが見られる。 平野が神宮寺にいたずらを仕掛ける一方で、騎士がそれをフォローする場面など、まるでコメディーのような展開がしばしば見られる。ファンにとって、このような瞬間は彼らの人間味あふれる一面を感じられる貴重なものである。彼らの関係性が最もよく現れるのは、ライブパフォーマンスの場である。ステージ上での息の合ったパフォーマンスや、MC での掛け合いからは、彼らがどれだけお互いを信頼し、 尊重し合っってているるかが伝わってくるファンはその姿に感動し、彼らの絆の強さを実感するのである。さらに、プライベートでも3人は仲が良く、一緒に旅行に行くこともしばしばある。旅行先でのエピソードや、そこでの思い出話を語る彼らの姿は、まるで家族のようである。特に、平野が旅行先で見つけたお土産を士や神宮寺にプレゼントする姿は、 彼の優しさと気遣いが感じら,れる瞬間である彼らの関係性は、単に仕事上のパートナーという枠を超え、深い友情と信頼に基づいたものとなっている。それは、彼らが共に過ごしてきた時間や、共有した経験の積み重ねによるものである。彼らの絆がこれからも続いていくことは、ファンにとっても大きな喜びであり、彼ら自身にとっても大きな支えとなるだろう。 彼らの関係が講師にわたって強固であることは、メディアの報道やファンの声を通じても明らかである。例えば、あるインタビューで平野が、メンバーがいるからこそ、自分はここまで来られた、と語ったことがあった。彼の言葉には、メンバーに対する感謝と尊敬の念が込められており、その言葉が多くのファンの心に響いた。また、彼らが共に困難を乗り越えてきた経験も、その絆を強めている。 デビュー当初の厳しい状況や、グループとしての試練を乗り越えてきたことが、彼らの関係をより強固なものにしているのである。そのような経験を共有することで、彼らの間に深い信頼関係が築かれている。平野翔、岩優太、神宮寺優太の三人の関係性は、まさに理想的なものである。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、 その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。彼らの関係が今後どのように発展していくのか、ファンにとっても目が離せない存在であり続けるだろう。